兄貴ズキッチン。はい、兄貴です。イエーイ。はい、今回も始まりました。マックス鈴木やれるのか。はい。やってますね。やってますよ、頑張って。はい。この動画はマックス鈴木くんがね、ネイサンズに向けて、まずその前に予選突破しないといけないんですけど、その予選前に、ちょっと今ここでね練習をしているトレーニングをしている風景をね皆さんに、ね、見てもらえればなっていう動画になります。はい。で、そんな感じでちょっとまあもう本当に時間毎回そうなんですけど時間ない中で、一生懸命ちょっとやってるんですけど、ちょっと追いつかないかなっていう感じが見られます。で今はちょっと5分間 で短縮でちょっと短い時間の中でどれだけ入れ込めるかで、今日まで5分ぐらいでやって、でその次、次からは、10分間の中でちょっと実際にね本番までにね、その長い時間っていうのもちょっと体に叩き込まないといけないかなっていう部分で、ちょっと練習を進めてってます。はい。で最近皆さんからいっぱい、はい、コメントいただいて兄貴はとっても嬉しいです。はい。で、その中でちょっと最近見られたのが、ちょっとマックス鈴木くんがちょっと落ち込んでるとか、精神的にとかうんぬんかんぬん、結構コメントいただいて、で僕もちょっと3月の17日のサブチャンネルかな、はい、マックス君のサブチャンネルをちょっと覗いてみたんですけど、その前にね朝の寝癖で普通に、はい、あんな感じのね緩い感じで、それがいいんでしょうね。はい。そこでちょっとまず笑ってしまいました。はい。でちょっと見た感じ元気ないなっていうのと、たまたまね兄貴から言わせてもらえばタイミング悪くちょっとそういうアンチやらないやらうんぬんかんぬんで、コメントをいただいた中でも結構厳しいようなコメントをもらってるみたいなことをちょっと言ってたのかな。で兄貴はすぐちょっと気づきました。はい。でちょっと去年と同じなんですよ。これファンの方とかね心配されてる方は心配しなくて大丈夫です。はい。去年のね大食い王座決定戦の前にも、一回こんな感じになりました。彼結構アスリートなんですよ、本当に根っからので、もう精神的にもうストイックな状態でガーっていくんで、でやっぱプレッシャーの中でアスリートの方たち兄貴の周りも結構多いんですけど、はい。プレッシャーの中でそこにやっぱりね期待もあって、でそこにかけられたやっぱ不安と、なんて言うんだろう、まず不安がすごい出てきて恐怖感に陥るんですよ。でこれでいいのかな、本当にいいのかな、誰かにすがらないと結構モチベーション的にもガーって下がる時があるんですね。で去年一回兄貴結構マックス君と一緒にいるのが長くて、でそういうねプライベートの分で1年も出した時に、兄貴その時一回本気で怒りました。で一応ねその時に結婚されて、ちょうど、大食い王座決定戦の前ぐらいかな、席を入れられて、でそのね中で奥さんも見守ってくれて、ね、今やりたいこともやらせてもらってる状況で、そういうことを
ね、何弱気になってるんだと、うん、そんな弱気になる暇があるんだったら、兄貴から結構V を LINE とかで、これちょっと勉強しといてとか、イメージトレーニングしといてくれっていうのを結構渡してあって、まあそんなね、落ち込んでる暇があったら、練習しろっていう風な感じでね、はい、一度だけちょっと厳しく言った時があります。でもこれってどうしても本当に勝つには必要なことで、これを自分の中で自分なりに乗り越えていかないと強くなれないんですよ。なので彼の今試練だと思って、まあ多分これ兄貴は今回言ってないんですけど、本人には多分この動画を見たら、あ、前に多分 LINE に残ってると思うんで、ノートに2人の消えないように、それを多分見返して、また普通に戻ると思います。はい、なのでまあ心配するところではないと思います。ただまあやっぱね、仲間が落ち込んでる時はね、助けてあげないといけないかなって思いますし、まあそれもやっぱあえてね、見守ってそこを自分で乗り越えてもらうっていうね、厳しさも与えなきゃいけないし、はい、まずそこを乗り越えないと彼に勝ちはないんで、それはちょっと厳しく、それもトレーニングだと思います兄貴は。はい、でまあそんな感じで、まあたまたまねコメントとかね、結構まあいろんなコメントがあったみたいですけど、まあそこはそんなに気にしないと思います。まあそれが逆にね、何クソっていう感じで、まあ頑張ってもらえればいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じです。まあそれも踏まえた上でね、今回もちょっとトレーニングをね、一部を、見ていただきたいんですけれども、どうかあったかい目で、はい、見てあげてください。それではいきますよ、イエーイ。前で思ったのは、2本入んないじゃん。で、ペースを掴んでほしいんだけど、1本、武雄さんの V とか見てると、1本折って、ガブガブガブっていって、パンをちょこっと浸して、カーッと押し込んで、そうですね。そう。それで終わりです。それを、そのペースを掴んでほしいんだよね。1本食いどうですか？1本食い。2本食いは、やれるなと思った時やってもいいんだけど、その一本分のペースを崩さないペースでの配分、わかる？うん。早く戻すともなるってことね。そうそうそう。で、最初の5分間はどうしてもダッシュになるから、ずっと食い続けて、あとの次からはもう10分でやるから。そうね。うん。で、今日までは5分で、5分間はもうフルダッシュ。そっから多分2本とかうんぬんのなんだろう、ペースを下手に上げちゃうと崩れるんだよね、5分以降。なので1本折ってパンも、まあ、パン折ってもいいし、そのまま浸してガブガブ2口ぐらいでやるね。そのペースを保ちながら5分フルダッシュだったら多分いけると思うんだよ。でここのリズム、このリズムだったら2本いけっかなっていう時はやってもいいけど、その1本のリズムのペースは崩さない、リズムでいくと。その完璧、そこら辺の細かいリズムは体に今日叩き込んでほしいんですね。オーバーもスローもなくて、そうで見てると、まあいけんだろうなみたいな、まあ練習だからしょうがないんだけど、無茶してる部分があって、それが遅くなってる理由かもしれないし、
とりあえず最初の5分はもうフルダッシュしなきゃいけない5分の練習だから、いかにペースをそこで掴んで中盤でそこまで行けば多分そこから高松は上がるかな、ペースが。で最後はまあある程度な感じでグーンと押してってもいい感じだなと思って。今それをイメージして、5分300秒割る35分、そこ、その要はペースを8秒なら8秒をが一番のテーマってことですよね。早くもしちゃいけないし遅くもしちゃいけないし、そう、一番リズムを取らなくと多分横にいて実践もいいんだけど、その時にただその今一人で何でやってるかっていうと、自分のペースをつかむためにぐちゃぐちゃにならないように、そこほら大食いの時もそうじゃん、あの決勝戦はほにゃららっていう、もう周りを見ないで自分のペースをそこで体に押し込んでいく。ペースを作るには無理をしない1本ずつのペースでペース配分を考えてあげていく。とりあえず5分はフルダッシュ、そしたら無理なくいけると思うんだよね。で急がなきゃいけないと思った時も多分急げるんだよ。これどうしてる、どこに行ってる、来てみよう。ここで入りますか。今俺入っても遠いから見えない、バックスのタイミングで。あ、今日ね、ハイキックさんとマイヤーがいます。お、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのマイヤー MMA だからキックルールじゃないんで。MMA って何ですか。総合格闘技だから寝技でフルボッコ。私は、あ、私ビンタ。今日あのマックス君の奥さんもいらっしゃってます。イエーイ。さあ奥さんの目の前で、これはネイサンス本場予選です。そのつもりで大丈夫、寝がらしていいので。はい、38秒を意識してやります。多分一番意識しなきゃいけないのは早く食うじゃなくて、ペースを、そう、一定のペースを保たなきゃスピードを上げることも下げることもできない、無心になることもできない、慌てるだけになっちゃうから。ペース崩された時に整えることもできないし、そのペースをつかむこと、それが今日のテーマです。体に覚えさせてしょうがないと思います、でも一つ一つ実感しながらやっていかないと。ただ遅いと結局5分以内で35をクリアできなくなっちゃうから、今日は35をクリアするつもりでしなきゃいけない。よし、じゃあやります。幅はこうでしょ、水幅の外でいいんですよね。うん、広かったかな。これを食ってるのは一応これあの送ります。じゃあ行きます。
分経過。はい、2分経過。リズムつかめたらペース上げていいよ。半分経過。はい、3分経過。残り1分。はい、20秒。どのくらいからペースを打ち出すか。特に一定なんだけど、上がらないよね。落ちるわけじゃなくて上がらない。でも最後の方は苦しかったけどね。ちょっと苦しそうだったね。でただちょっと水つけすぎじゃない？
つけすぎ。全部つけちゃってない、全部つけなきゃいけない。つけた方がやっぱ飲み込みやすいですね。あの、乾燥してる部分があるとやっぱちょっとクッてクッてなんか詰まるんですよね。これ何本？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 24ですね。どっちがいい？前までの今日の方が、今日の方がペースは全然つかみやすいです。で、そのペースを固定してそこから上げてった方が多分俺一定のリズムとってそこから力つきやすいと思うんだよね。なんかこれを覚えさせないってことですか？そう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 。今まではがむしゃらにやったけど、多分その場所の状況とか、まあ場所もあるよね。状況だったり、あ、まあ煽られる時もあればさ、心境の部分もあると思うけど、乱れない、そのペースを保った方が乱れないと思うんだよね。それを、そのペースを元にして、もっとスピードを上げる。リズムは同じ、スピードはつける。そこでスピードつけていく。これでも、あの、最初一定から徐々に上げていくって、どうやったらでいいんだろうな。まずそのリズムをつかまないとペース上げられない。例えばその1個食うのに8秒なら8秒とかそういうことですよね。うん、例えば流れ作業のさ、工場での流れ作業でさ、毎回同じペースでさやるわけじゃん。でもちょっと速くなられてもさ、そのリズムが取れてればさ、早い段階で進めれるわけでしょ。でもどっちがやりやすい？食い方ですか？食い方っていうか、まあもう染み込ませていかないといけないんだと思うんだけど、今日のは全然食い方です。多分その方がペース、今は今日は落ちたかもしれないけど、それをちゃんとコツをつかめば俺早いと思うんだよね。急げる時にもうそのリズムができてればバーっていけると思うんだよ。過去何回かやったこの5分、多分26、24、27だと思うんですよ。で、今日も24だったんですけど、24、5分経った時点の苦しさは今日全然なかった。ないよね。ないっす。いや、もうむしろそのペースでまあ行くなって、行けるなっていう感じ。こっからあと5分あるとするんだよ。今の感じなら、ちょっと落ちるかもしれないですけど、多分持つと思います、ペースは。ある程度のこの、だから、まあ、50弱ぐらい、今のペースだったら、は多分、辛くなく行けると思う。前回はもう辛かったです。ただでもそれが基本基礎ができてれば、多分俺がむしゃらにやることもできると思うんだよね。これあれなんですかね、今のペースをで最低30、無理しないで30ぐらい食えるようになれば、純粋単純に考えて60 、まあ、でもまあ落ちるから、質とかも、パンの質とか、ね、ウインナーの質とかも全然違うと思うけど、まあ、落ちたとしてね。でもまあ35は必要ってことですよね。絶対落ちるから後半。うん。そう、じゃあ逆に35を食う1個のペースをつかめばいいってことか。そうすれば大体60ぐらいは10分でいけるのかな。まあちょっと1回10分やってみないとまだ分かんないけど。はい。ただ昔の高間さんの10分より今の高間さんの10分の方が全然クリアできてる。あれで、まあ、31だったけど、ね、一番最初10分間でそれに比べればね、これは今度イメトレもしといてほしいんだよ。イメージトレーニング、はい、ちょっとじゃあこのやり方ちょっと固定っていうか、そう、その使い方、右手左手の使い方もそうだけどね、あの卵を片手で割るじゃないけどさ、ウインナー片手でポキッてやって、そのまま突っ込みながらその片手ではパンを染み込ませてる自分がいるっていう。今って俺無駄な動きありました？いや、実際無駄だから多分遅いんです。ちょっと V 見てみます。
でパンもね、あんだけやっぱ下さないといけないのかなっていう。他のやつ見てもなんか先半分だけつけてガーって入れてるから、多分半分入れればその反動でもう半分染み込んでいってんじゃないのかなっていうふうに思うんで、それを時間短縮してんのかな彼らはっていう。そっか、これウィンナーってよりパンなんですかね。パンだね。ウィンナーは、まあ、途中でちょっとやっぱり一本に近いような状態にしてたけど、パンは結構厳しいと思うね。パンの使い方だよね、食べ方は。なんかね、浸してこのままの形でジュブジュブって入れた方がいいのか、浸してジュって絞ってからガッて入れた方がいいのか。でも俺は食った感じ、なるべくスポンジみたいに。ちょっとさ、一個パン半分浸して食べてみる。半分、半分だけこの状態で食うのか。そう、まあ、うん、浸る前にそんだけいくとさ、今度さ決勝戦とかさ、いけたのか分かんないけど、決勝戦とか今行くためにやってんだけどね、あの今度70とか80の領域になるとお腹がパンパンで、水分もうちょっと絞っときゃよかった。なると今の俺の容量じゃ足りないですね。私たちの容量ってすごいよ。ハムナット、ハムナットじゃないか。チェスナット。チェスナット。ハムナットってどっからでしょ。ハムナットじゃないですか。タケルさんの話だと13、4キロぐらいって言ってました、チェスナットは。あ、そう。全てが怪物だよね。だから水も多分ガンガン使えるんですね。でも。ちょっとなん、あ、ウィンナーは、ウィンナー、まあこれで、でもさ、途中苦しくてやっぱここでもがくよね。でもがいてる人ってその前のホットドッグはまだいます、中に。あんまりこのホットドッグ飲むって感覚がわからないです、未だに。これはさ、3分の1だったら飲める。何分の1ですか。ちょっと待って、ゆうた、これをさ、3等分にしてくんない。はい、3等分、うん、包丁で、包丁で3等分にそう、3等分で1つが、その人の1つが飲み込めるんだったら3口入れるってことじゃん。またおしゃれにね。あそこに並ばなくていいよ。水じゃ。またあの地獄の容量アップがの時が来ましたね、これは。このそれ決勝でいいよ。一回予選終わったら、あの容量広げて。これ1個でいいからちょっと湿らして一口いけるか飲み込めるかどうかやってみ。飲み込み噛まないってことですか。うん、噛まない。もうそれ噛んだ後これを、うん、飲めるってもなりますよね。飲めるってもなりますよね。これが3口分5ガブガブガブ飲めました。うん、ちょっと考え方を変えながらさ、じゃあ4等分はとか半分やってみますか。それを包丁の半分はあれなのかなそしたら2口でいけるってことでしょ。今度は喉を通過させる力をつければいいだろう。無理すんだよ。
んね。そう、そういうこと。どういうこと？そういうこと。まあ、口、歯が包丁だよね。なんで飲めたんだろう今。飲めた。そういう根本的なことを考えた上でリズムをつけて何口で飲み込めたものの勝ちじゃん。要は時間短縮だよ。あのことか。今無理しなくていいから。はい。思いますね。それを続けてできるのかどうかとかさ。そしたら続けてできない。あ、そうか。続けてできないのこれの方がいいのか。続けて、いや、その話をしてんじゃんか。で、続けてできないんだったら、じゃあ2口分を入れて、次3口分でやって、次2口分で入れて、次4口分で、そういうリズムの取り方もできるわけじゃん。そうすると、多分ペース配分が体の中でできてくるんだよ。だからそのルールを作ればいい、自分で。最初は一気にいきたいから2口で飲み込んでも、勢い余って つっかえても困るから、最初は3口スタートでいこうかな。3口でいったら次 2口に上げて、次4口で押さえて、また3口から。その時上向いて飲み込んだ方がいいのかどうかっていうのも、まあ本当にインプットでかいね。確かに、あの喉の力今使って飲んでるから、確かにあのずっと多分続けるのは無理ですね。今度それを高政がじゃあ3口でやったりとか、あんま時間がないから、とりあえずちょっとイメージトレーニングをやりながら、まあそんなパン買ってくれるからさ、無理しない程度だったらさ、奥さんいる時に目の前でやってもいいし。わかりました。ちょっとそこら辺をちょっと固めといてほしいんだよ、次まで。あ、今日も汚しました。本当に汚してしまいました。で、これのお掃除タイム。じゃあ、お掃除します。お掃除します。これは綺麗なやつ、そっちに置いといていいですか。それ綺麗だぞ。いや、本当綺麗です。たまに疑うよ。これはちょっとあれなんですか。じゃあ、これ奥様にね、持って帰っていただいて、明日の朝飯でも、うん、朝飯からね。ああ。ああ。あ、もうまだ閉めていいよ。さあ、閉めます。掃除の基本はやっぱ上からですよね。そうだね。そうだね。上から下に落ちて。いや、あのアルコールスプレーってありますか。はい。ああ、出す。あ、出す。あ、出す。ゆうたさん、本当遅くまですいません。ゆうたさん、本当すいません、マジで。また見てねー。お疲れー。お疲れした。すいません。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼いたします。